カープ通信シャープ5、思うこと一発フェードロー野球チャンネル。こんにちは。元気ないっすね。はい5月15日ヤクルト戦、松山坊ちゃんスタジアムでね、松本投手ヤクルト完封。素晴らしい。新人がねデビュー戦で無四球、うん、2桁奪三振完封、史上初、おめでとう。これでですね、はい、私の計算上ですね、はい、数えたんです。スコアレスドロー、はい、含めるとですね11回目の0得点、34試合で 32.3% が0得点。おらあ、寝ました。モンデンさん寝ました。モンデンさん、モンデンさん寝てる場合じゃないんですよ。とんでもないですよ、それは。なんだこれ、ボタン巨乳みたいになったじゃん。いや、海田さん、ちょっとこれまずい。いや、これはさすがにね。ね、で、はい、ちなみにね、2023年の中日、はい、去年の中日、うん、143試合制でね、うん、390得点だったと、うん、これね、シーズン400得点未満っていうのは1973年のヤクルト広島、これ130試合の時ですかね。 なるほど、それ以来50年ぶりの400得点っていうのを切ったらしいんだよ。じゃあ試合数が増えてからはもう最低得点だったってことね、はい、去年ね。400切るともうかなりちょっとまずいと。まあ俺もバカじゃないからさ、数えたんだよ。おこのままね、はいはい、はい、いきますと、はい、シーズン残りあと109試合あるんですけども、はいはい、うん、まあ、そのうちの 32.3% っていうのが、まあ、無得点っていうのがもう決まってるんです、ね、いや決まってないと思いますけど、別に。そうすると35試合が無得点なわけです、はい、で現状34試合で89得点でしょ、はい、残り74試合になるんですけど、はい、そこでね、おそらくもうスクイーズとか、うん、ランナー三塁でエンドランとかもうしていくと思うんですよね、はい、うん、して74得点って、うん、そうするとね143試合でね163得点で、いやいや、そんなんで終わるわけない。いや、これはね、ごめんなさい。あとね、あの投手陣の7割利き手が多分半分ぐらい取れてる。これ、ごめんなさい、カラさん、これ笑い話じゃなくてね、これスーパーコンピューターボンがね、いや弾き出したんでね、だいぶ極端なデータ弾き出しましたね。だからスーパーコンピューターボンがね、いや、もういや、別にそこは流しましたよ、僕は弾き出した。聞こえてはいたんですけど、たくさんあるんですよ。163点だよこのままね、いきますよ僕は先日ね、はい、野手陣の辛口採点でもね、こう海田さんこう調べてくれたんですけど、はい、カープの最新のチーム成績、はいはい、得点89で6位、うん、巨人が101点ですからね、5位の。ああ、そういうことね。まあ、でも試合数かなり少ないんだよ、カープが。あ、そうだね、うん、うん、そうじゃん。なんだけど唯一のこう2桁得点ね。いやいや、まあ試合数少ないからですよ。うっせ、巨人勝ってんだろ4点も取られるチームがな、点取れないとか言っちゃねえ、バカ。なめてんの。打率2割2分7厘で5位、はい、ホームラン12本で6位、うん、出塁率ね2割7分6厘で6位と、うん、これもう交流戦マジでやばいぞ。パ・リーグいいチーム多かったからな。そうね、うん、でオプス 0.582 で6位、うん、唯一のこの 0.5 点台、うん、あとはもう 0.6、 なるほど。で得点圏打率2割3分4厘で4位、うん、ここなんだよね。何回も言ってんだよ、何回同じことやってる。盗塁14で4位、はいはい、1つダントツの33で1位だからね、うん、ダントツだよ。成功率 42.4% で5位、まあ、これより低いチームがあったんだよそうなんだ、無謀だよで、バント23で4位ね、はいはいはい。俺はね、うん、あのパ・リーグ担当してたんでね、うん、辛口採点でセーブ10点っていうの、はいはい、つけたんだけど、ね、6点だねよかったよ、セ・リーグ編海田さんが担当で。俺だったらとんでもなくなってたよ確か僕60点ぐらいして21点だってその時は言ってましたけど。ああもうその時もね、まだ情があったわ俺はこの間の完封でね、ルーキーでもう決めた。松本さんにね、俺はもうやられたよ6点ただエラーがね10個でね、あの1でしょ。守備うまい、素晴らしいよ。スコアレスドローだからなそこ突き詰めていってもな、結局あでも全試合引き分けたら優勝なんじゃないですか、これ。全試合引き分けたら勝率ゼロ割ゼロ割なめてんのか、おら1位だからって調子乗んなよ怖え、何言ってもダメだ今日は。お前次巨人3連戦だろ、明日から。あ、そうか、頼むよ1対0とかにしようぜ。いやいや、そう、まあ、いやもう低い点数、
またぎちゃん行こうかじゃあ。来そうだな。ま、だいやだそれ。やめてくれよ。初物はやめてくれよ。カプセルで火をつけさせて。いやまだトコちゃんとかの方がねやれるような気がする。あまあまだそっちの方がいい。またぎちゃんとかなんか初物マジで。でまあそうなるとね。うん、どのオーダーがベストなんだもんでと。ああまあね。聞きますか。ぶった切るね。答え出てんだよ。あ、出てますか。うん、1番センター秋山、はいはい。まあ、これ2番はまあ野間選手もいいかな、うん、まあでもね、2番レフト二股、3番セカンド菊池、4番サード小園、ここバーで、これね、これが正解なんですよ、はいはいはい、っていうのもね、これ中日に6対3で勝った試合、はいはいはい、なんですね。で今月唯一5点以上取れた試合なんですね、はいはいはい、なんでこれを続けないんだ。あで、ここのキーポイントとしてはね、5番末がね、6番ケンティ、8番キャッチ石原さん、なるほど、スタメンだったんだけど、はいはい、あの石原じゃないよ、ダンディー、もちろん分かってます、ベテランを今指導してる。はいはいはい。で翌日ね、うん、この6対36点も取って試合、うん、翌日石原選手とも中村のケンティ使ってないからね。あら、むちゃくちゃだよ。右投手とかあったんじゃないですか。あ、もうそういう問題じゃないんだ。そうだね、右投手左投手とかマジでもう、あ、もうそれはずっとモンデンさん言ってます。あ、見ない、横先発見るな、見るな、もう誰が先発とか見るな。これ最後言うよ、まとめてね。はいはい。で、6番ファースト坂倉選手を解禁する。あー、もう言うよね。なんでな、0対4で完封負けですよ。なるほどね、意味がわからない。で、新井さん、この2軍から上がってきた選手ね、必ずまあスタメンで使うんだよ。はいはいはい。なんだけどね、使い続けねえんだよ。ああ1試合出てちょっと休んでまたみたいなことなのか。休んでっていう概念じゃないと思う、忘れてる可能性が上がってきたの、起きたらマジでワンカードぐらいはねチャンス上げてほしいんだよな。確かにね、まあ、せいや選手とか出てきた時もやっぱり、まあ、打ち続けましたけど、まあ、あれは打ち続けた、ね、あれは神ってましたけど、うん、でも確かにそうだよね、誰かを覚醒させようと思ったら、そうワンカードね使ってほしい、うん、まあ、ということでね、ここから思うこと、うん、タイトルでも言いましたけど、はい、まずね、もうごめんぶった切るわ、うん、坂倉選手と相澤選手の処遇ね、確かに、うん、めっちゃ難しい問題これは、うん、カープ防御率非常に、うん、これ投手力のねおかげだけじゃないんだよね、まあ、バッテリーのね、そう、うん、この相澤坂倉のこのリード面、うん、確かに貢献大きいと思うんだよ、うん、ただね、石原選手もっとマスクもかぶらせてあげてよと。あー、なるほどね、これ確かにな、この6対3で3点取られたんよ、うん、最近のカープちゃん珍しく、その日でもね、こう1試合だけじゃ分かんないじゃん。ああ、そうね、相性とかピッチャーとの、はいはい、防御率そんな変わんないんじゃないかなと思うんだけど、ね、ああ、だったら打てる選手使えよって。はい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 、8割だよ、打率5試合かな、出場は。石原選手8割だよ。8割すごいね。めちゃめちゃ打ってんだよ。めちゃめちゃ打ってるな石原選手。ちょっと本当にもっとチャンス上げてほしいな。なるほど、うん、確実に坂倉選手と相澤選手がちょっとストッパーになってるからさ。そうね、マジで頼むよ、うん、で思うことに、はい、ファーストはちょっとこれケンティーよ。あーね、ケンティー、うん、打率はね確かに1割3分3厘なんだけど、うん、まあ、カープの試合毎試合見ててね、うん、これ実はねいい当たり出てんだよ。なるほど、これ打率だけでちょっと見ないでほしいなっていうのあるな。打率だけでは見てないでしょうけど、うん、すごいスイングアーク大きいんだから。だ、ね、バットが画面から消えるんだから。そう、いい音非常に多いんですよ、うん、このね5月16日じゃないけど末金ケンティ、これちょっと並びで使ってほしいんだよな。まあ長いのあるから、まあ竹山からしても怖いは怖いよね。そうなんだよ、うん、これね末金選手もね、あの相乗効果でいいんだよ、うんうん、ちょっと当たり止まってんだけど、はいはいはい、やっぱねこの並びでちょっと考えてほしいな、うん、でも坂倉選手のファーストなんてもう論外。ああ、やらなくていいよマジで。ああ、ケンティファーストでいいじゃん。ああ、まあね、まあ、それか林選手、まあ、林選手この間ね、うん、あのいい守備を連発して。ああ、そうっすか。難しいゴロっていうか、あのハーフバンドを取ってたから、おしっかり林選手ね守備練習してきてる。いいね、まあ、ケンティ選手かね林選手、ちょっともうこの2人で行こうやと。まあ今年はもう使うと。そうね、確かに坂倉選手のファーストミットはちょっともう一回箱にしまって本当に思うことさん、はい、まあ、っていうかもう坂倉選手ちょっとミニキャンプだな一回な。ちょっとな、振るってないな俺だから、ね、一番好きな選手なんだよ何回も言うよ。いや、そうだよ本店さんね、ゆえにミニキャンプしてほしいよ。ああ、これじゃないとね堂林夫妻、まあ、マスパンだね、ああ納得しないって、なんでうちだけって
ドバイ選手はミニキャンプ張ってんだから本当にミニキャンプ張ってます。ただ下で降りてマストなんすかミニキャンプは。カープは U のファースなんか寮のとこにテント張ってね。あ、そういう意味でキャンプ自炊してお肉、お肉焼くんだ。あ、そういう意味のキャンプなんすか。あなた鍛えてんの。いや走り込んでしてんの。うん、いやマジで一回ちょっとねやらんかな。去年も栗林選手不調の時なかなか落とさなかったんだよな。あ、カープはね。いやもうそこら辺は手厚いよね。レギュラーには手厚いんだよな。だからいや新井さんはだから逃がさないよみたいな発言してんの。だから若手も逃がさないでほしいってことですね。モンデさんそれやるなら。そうだよそうだよ。ああ逃がすんじゃないよ。ああ、石原選手いるからいいんだよ別にキャッチャー。まあね、そうね、一回ちょっとリフレッシュも兼ねて。マジで何が去年までと変わってるのか俺には分かんねえんだけど。いやそうだよね、ここまでだって成績の選手じゃないからね。で思うこと4、はい、森下とこだ。うん、これマジで8番起用した方がいいと思う。あ、打つからね。あ、ラミレス方式。ああ、はいはいはい。いやこれはねこの2人に限ってよ、うん、お前ちょっとバッティングすごいわ。特に森下選手なんかな、一番松本選手打ちそうだったから点入るもんね。そうだよ、その森下選手という床田選手が打った試合がね。うん、そういうことですよね。8番ってやつ俺森下選手とか俺ほんとマジでそのぐらいのバッティングしてんだよ。みんななんかくるくる回る変化球、うん、ここは止まるからね。あ、バットが素晴らしいね。あ、ほんとなんかこの森下とこだ選手の時はね8番起用俺いいんじゃないかなと思う。で9番に矢野選手がいたりしてね、ここはアドバンテージだと思う。ただピッチャーがね本気でバッティング練習始めたらちょっと危ない傾向ですよこれ。誰のこと？某青い球団とかちょっと危ないですから、嫌な傾向ですよ去年みたいなね。まあ、一回そのやっぱり古市さんとねご飯行ってピッチャーとバッティングとこだったし、ホームラン打ちたいって言ってじゃあちょっと危ない傾向ですねそれは。それはな。はい、あとバスターでライトライナー打ったからさ。最初思うこと5ね、はい、これ代打ね、うん、あっちゃんオンリーだな。なあ、この間あの矢野選手に代わってさらに打率が低い田中選手が代打ってくると康介ちゃんがね。でもまっちゃん切れるの一人だけだからな、一試合で。いやサングラス外した場合いやダメです。別バージョンで、まあ、ダメです。そんなこと言い出したら一回だけだから勝負どころでしか使えないんですよ。いやもうこれもう苦渋の選択だけど、だからもう一枚代打作りたいんだったら二軍のねこれ思うこと、うん、6にしようか、うん、佐藤選手ね。おお、 MVP 取ってたから、ね、はい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 。打率3割7分6厘、オプスも946、長打率4割7分5厘だぞ。なかなか支配下に最後の枠になっちゃうのかも。ああ、あげないね、うん、でもな、あげたところで福矢野小僧はな、このトリオはねなるだけ崩したくないと思うんだけど。やっぱりね、そうね、守備でだいぶ支えてるとこもあるしね。でももう菊池選手休んでる時とかに使ったりね、スタメンで。あ、でもなかなかちょっと代打で一軍上げとくのもちょっともったいないんだよな。いや多分それ切れないんだろうな、塩漬けっていうかな。あ、ただでも一軍でね戦力として欲しいこのバットマン。そうだね、助っ人はどうなんですか。もういない駆け込み。あ、新しく、新しく、ちょっともう今怪我してる選手はちょっと申し訳ないけど、そうするべきだろう。そうだよ、ね、巨人連れてきましたよ、ヘルナンデスだろ、はい、うちだろ欲しいの。貸してよ。間もね、まっちゃん以外しんどいな。でこれ最後ね、うん、思うこと、はい、初回からバントしよう。なんか現代野球出せとか言われてるじゃん、なんか初回からバントとかさ。あ、そうね、うち違うよ。もうまあ得点圏送った方がね今の状態だといいかもね。でマジで5-5、あと軟式野球、まあ確かに初回からあっちのチームが前進守備ってそれも考えにくいんでね。ワンアウト三塁作ればゴロで1点入りますよね。ショートゴロセカンドゴロ、うん、打ってもいいんだろ。打てるでしょそれカープの選手は。うん、オートキャンプやってると思いますよ。初回から送りバントね、これ野村健次郎さんも言ってたかな。あ、そう、もう俺ほんと解禁した方がいいと思う。いいと思いますけどね僕も。で小園選手に得点圏で回す、とにかく小園選手だけで手を取る。明徳野球やるってことですね。明徳野球だよ。もう今松山、あ、もう帰ったか。ちょっとコーチ寄って聞くべきでしたね。ちょっと聞いた方がよかったよ。あー、もうこれカーファンの方寝れてないよマジで。あー、そうだね、オーダーだね。あー、なるほど。あ、なんかその納得いくというか。あー、そういうことだね。ちょっと本当にあのこれ使わなかったらまた石原選手とかもね状態ちょっとまた落ちていく、うんうん、一方だから、うん、この辺はね、まあ、今日試合ないから、うん、明日巨人戦、はいはいはい、
これもう本気でいくよ。これ見てもらえてるからね、動画で。ああ、そうですか。今日移動日で。ああ、じゃあ刺さればね。あ、まあ、明日のスタメンだから、次第。だからこの動画を見てもらったらどうかっていうの。はいはいはい、ということで、カープね、ちょっと思うことを述べさせていただきました。はい。皆様からのコメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。おいしょ。やめてよ。あー、栄冠はフェドロに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。